皆さんこんにちは。作家ミュージシャンの辻仁成さん。今回はそんな辻仁成さんに関する妻の不倫や中性化によるホモ疑惑から息子のジャニーズ所属の噂についての話をご紹介しましょう。2024年12月6日辻仁成さんの元妻の中山美穂さんが東京都内の自宅で死亡しているのが発見されました。捜査関係者によると浴室で倒れていたのだとか。中山美穂さんは午後5時半と8時半からビルボード大阪でライブを予定していたものの、当日になって体調不良のためと中止が発表されていました。そんな中 SNS 上では辻仁成さんの投稿に注目が集まっています。辻仁成さんは中山美穂さんが亡くなったと思われる日の前日に自身の X と Instagram を更新し、ぶっちゃけ苦手な人に好かれなくていいし、頭ごなしのやつは無視だし、敬意がない人に誠意は無用、低く見てくるやつに尻尾振らない、嫌な感じがするなら迂回し神経は使わないのが原則、周りに振り回す権利なし、一緒にいると楽な人を大事に、常に自分が幸せになる方向に、苦しい時は休みましょう、自分の人生とメッセージを投稿したのです。その数日前にも辻仁成さんはダメだダメだと自己否定して何になる、関わりたくないなぁと直感したならやめときましょう、危ない橋渡る必要ないでしょと投稿しています。辻仁成さんはこれ以前にも人生に前向きになれるようなメッセージをインスタや X に投稿することもありましたが、どちらかというと自分自身に対しての応援メッセージが多い印象でした。またしばしば子育てや料理について発信することもありました。11月には SNS で息子くんがね、可愛いガールフレンドさんを紹介したいと、だからめっちゃ頑張って料理した父ちゃんなりと息子の今を料理の写真とともに伝えていました。ただこの数日は誰かに向けて語りかけているような感じだったので、 SNS 上で注目が集まっているのかもしれません。そんな辻仁成さんですが、中山美穂さんとの出会いは2001年7月にパリのシャルル・ド・ゴール空港にいた中山美穂さんを辻仁成さんが見かけたことでした。辻仁成さんはこれについてわずかに数十秒の一方的な出会いだったと語っています。2001年10月には雑誌での対談が実現。辻仁成さんが中山美穂さんにやっと会えたねと第一声を放ちます。お互いに一目惚れだったそうです。そして2002年6月に結婚に至ります。しかし2014年3月29日には2人が離婚協議中であることが報じられました。離婚の原因には中山美穂さんの主張していた夫の中性化と後に発覚した中山美穂さん側の不倫が挙げられます。2014年3月に2人の離婚が噂された時には辻仁成さんの中性化が離婚の原因と報道されていました。中山美穂さん曰く離婚の原因は長年のすれ違いですが、決定打は6年ほど前から辻仁成さんが中性的なおじいさんを目指すとして、外見や性的思考に変化が生じて中山美穂さんがドン引きしたことなのだとか。仕事以外の時はパリで生活している中山美穂さんですが、お忍びで日本に帰国しては知人に夫婦生活の愚痴をこぼしていたという話もあります。亀裂が一層深まったのは2008年に辻仁成さんがロックバンドザムザを結成したあたりからなのだとか。時代は絶対中性ですよ、めちゃかっこいい中性的なおじいさんを目指しますと宣言した辻仁成さんは、女性さながらのロングヘアにイメチェン、化粧を施すこともあった。音楽関係者はバンドの方向性なのだろうが、一部では性的思考も中性的になったとも、バンドを始めてからさらにエキセントリックになった感じがすると語っています。また2010年1月に公開された辻仁成さんの恋愛小説が原作の映画さよならいつかでは、中山美穂さんがヒロインとして出演した際、劇中で西島秀俊さんとハードな濡れ場を演じています。これについて映画関係者は辻仁成さんが原作
中山美穂さんが主演で制作が進められていた映画さよならいつかにも辻仁成さんがあれこれと介入したんです。業を煮やした雪貞勲監督が降板するという事件も起こっています。自分の奥さんを濡れ場の多いヒロインに起用し、年下男との絡みを眺めているのだから相当変わっているなと思いましたよと当時のことを振り返っていました。事情を知る別の関係者によると、中山美穂さんは下着販売会社ピーチジョンの創業者で、取締役の野口美香さんとも仲が良く、離婚や今後の相談をしていたのだとか、帰国した時はよく遊んでいるそうで、日頃のストレスを発散するかのようにタバコを吸いながら遅い時間まで飲むこともあるとか、その際にはもうあの人にはついていけないと思わず夫への本音をこぼすこともあったようです。ただ中性化説が報じられた後、今度は逆に中山美穂さんと音楽家渋谷圭一郎さんの不倫が発覚。結局離婚発表時には実際になる長男の親権を辻仁成さんが持つことが公表されました。中山美穂さんの不倫相手と言われているのは音楽家の渋谷圭一郎さんです。中山美穂さんはインタビューで渋谷圭一郎さんとの関係について尋ねられた時、長年患っていた子宮筋腫の状態が限界に達していた時期に好きな人に出会いましたと語っています。中山美穂さんが日本に短期滞在していた際に渋谷圭一郎と出会い、彼はそこに合わせて適切な治療方法を探し、病院に頼み込んで入院手術の手配、付き添いまでしてくれましたと献身的にそばにいてくれたと明かしていました。辻仁成さんと離婚した後は渋谷圭一郎さんとパリで生活し、東京の渋谷市のマンションで半同棲していたそうです。ただ2015年12月には渋谷圭一郎さんと別れることになったため、交際期間はわずか1年程度でした。原因は渋谷圭一郎さんの浮気のようで、中山美穂さんと破局後にはすぐに新しい彼女を作っていたそうです。なお2015年の中山美穂さんは9月には、ダーリンはもうすぐ来る、早く会いたいな、でもほとんどすれ違いだし会うことが重要じゃないと学んだこの数ヶ月、無論一番会いたいのは息子、絵本を読んだり子守歌を歌ったり、もう必要ないかと投稿。10月には息子にいろいろ買ってきたんだけど最近は直接渡せず、仕方ないね、お父さんと仲良くね、選択肢が2つしかなくてどちらもどちらで悩んでいる、誰よりも息子に会いたいと投稿。そして11月にはもう本当にいいやって思えた時から始まりなのかな、一人でいる方がストレスないならそれがいい、一緒にいるけど浮気はするようなら言ってくれと投稿しており、破局までの心情の変化が分かりやすく綴られています。そのためこれらの痛々しい投稿はネット上で話題となりました。この通り中山美穂さんは離婚後も息子さんと会うことを希望しており、いろいろな事情があって会えない状況となった時にも自身の SNS で息子と会いたい気持ちを吐露していました。ただ息子さんの方は中山美穂さんとの面会を拒絶しているのだとか、辻仁成さんは南加穂さんと離婚した際に息子の親権を渡したことを悔やんでおり、今回は絶対に譲らないと決めていたそうです。辻仁成さんは離婚した後、僕は1年前に何もかも失った、だけど息子だけは残ってくれた、息子に料理を作って美味しいと言ってくれたことが幸せだったし、新しい人生に向かうための勇気になったと明かしていました。また辻仁成さんは日記エッセイ不屈で離婚に至るまでの苦しい心境を告白しています。これによれば辻仁成さんが中山美穂さんの異変に気づいたのは2013年の12月でした。それでもすぐに離婚を考えたわけではなく、中山美穂さんが自分の元に戻ってくることを待っていたのだとか、彼女に新しい人ができたということを昨年末に知ってはいたが、それは誰にでも起こりうる一時的な気の迷いであろうと、時による回復を静かに待った。けれども願いは届かず、
離別は避けられないところに来たと綴られています。辻仁成さんは関係の修復を期待したものの、中山美穂さんには逃げられてしまい、その最後も離婚届が自宅に届いたという、実にあっさりしたものだったようです。なお不屈は2012年からニコニコチャンネルで発表していた日記を抜粋してまとめたもので、正直読み進めることのできなくなる場面や瞬間が幾度とあったと辻仁成さんは後書きで語っています。そして、あの時あの瞬間気がつかなかったのか、気がついてやれなかったのかという激しい後悔が打ち寄せた。夫であり父親であった自分の責任を思った。実際感謝しかなかった。このような結果になった現在も、この12年間へのありがとうの一言しかない。3人で共に手を合わせて頑張ってきた。いい思い出の方が圧倒的に多いのだからと、幸福な日常を失ってしまったことを悔やむ思いを切々と綴っているのです。実際日記の中には、クリスマス前に息子がサンタからのプレゼントとして楽しみにしている任天堂の Wii を買い求めたり、かと思えば息子の晴れ舞台であるクリスマスコンサートの出演時間を間違えて夫婦二人カフェでコーヒーを楽しんでしまうなど、結婚生活中の様々なエピソードが綴られていました。また辻仁成さんがパリを留守にしている時には LINE で長話し、辻仁成さんの監督作品「覚めながら見る夢」の英語タイトルを中山美穂さんが必死に考えるなど、仲睦まじい家族の様子を振り返っていました。一方、12月3日の日記のタイトルは「世の中の期待にへきえきする」で、世間から辻仁成さんには愛人がいるに違いないと思われてしまっていることを嘆いた日記なのですが、その中身が悲哀に満ちている割には、辻仁成さんらしいナルシズムが全開状態の日記だと話題になりました。へきえきとしている割に、辻仁成さんは周りの知人から口々に、辻さんには可愛い金髪の恋人が一人や二人いるに違いない、料理もできるし踊れるし絶対愛人がいるに違いない、そうよ、辻さんはパリか京都あたりに可愛らしい若い美しい恋人がいるんでしょ、世の中の君のことを知っている人間はみんな 100% 君には愛人がいると信じていると言われるのだと司祭に記述していました。中山美穂さんの方が浮気真っ只中だったのは、こうして綴っている間だったのかもしれませんね。さらに中山美穂さんの心変わりに気づいた後だと思われる年末には、オイラのような人間を支えてくれた家族へのありがたさから、昨夜一晩泣いていたと書き、もし妻や息子に先立たれたらと考えるほどに追い詰められていたようです。そしてそんな自分を奮い立たせたかったのか、大晦日の日記には、世界はまだ俺を発見していないというタイトルをつけていました。一方、キャラ変とも取れる辻仁成さんの変わりようは不可解だとも指摘されています。週刊誌の記事では、今は世間からも同情されるほど昇進で悲しみに浸る辻仁成だが、もともとは相当な希代の俺様キャラだったはず。例えば前妻の南加穂は、指輪や家具を買うお金があったら1フィートでも多く映画のフィルムを買ってくださいと話すほどに辻仁成を講師の両面から支えていたにもかかわらず、一方の辻仁成は監督作の主演に抜擢した新進女優の YUMA さんに熱を上げて不倫状態に陥り、南加穂さんと離婚。続く中山美穂さんとは初対面にもかかわらず、やっと会えたねと恥ずかしげもない寒々しい口説き文句で落としたと綴られていました。なお、この離婚騒動に巻き込まれた2人の子供ですが、ジャニーズに所属しているのではないかという噂が流れたことがあります。しかしこれは事実ではありません。実際には息子さんはフランスで大学生として学び成長を続けています。日本の芸能界とは異なる道を歩んでおり、ジャニーズ事務所とは無関係です。このような誤解が生じた背景には、様々な憶測や情報の錯綜があるかもしれませんが、
現実はそうではないのです。いかがだったでしょうか。今回紹介した辻仁成さんに関する妻の不倫や中性化によるホモ疑惑から息子のジャニーズ所属の噂についての話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。